むずむず、今日も団子は変わらず美味しいね。ふ、そこでのんきに団子を食べている君に、一つ問題を出してやろう。一体何なんだい？前回は白カビチーズの代表、カマンベールについて学習したと思うが、同じ白カビチーズのこのチーズはご存知かな？大きいカマンベールじゃないの？なんと有名なブリーを知らないとは。ごめん、大きいカマンベールをブリーって言うんだね。知らなかったよ。いや、ブリーチーズはカマンベールチーズの元になった。さらに歴史のあるチーズなのだ。そうなんだ。白カビチーズでこのサイズは、破格のサイズなのだ。どれくらいの大きさなの？代表的なグリドモーなどは直径 36cm ほどもあるのだ。でっかいってことは、味もカマンベールより大味なんじゃない？とんでもない大きいからこそ、カマンベールよりまろやかで食べやすいと言われているのだ。どんな食べ方がおすすめなのかな？そのままクラッカーと、生ハムとも相性よし、アップルシナモントーストにするのもおすすめなのだ。意外と団子とも相性いいかもしれないね。